ミルキーです。すごいでしょ、超ドキンガンのメガネ今日かけちゃってますよ。今日はね、コンタクトレンズがなんかちょっと目に入らないっすよ。まあそんな時もあらーなってことでね、門外不出のメガネ姿で登場しちゃいました。今日はこの格好でビール飲んじゃいますよ。すごいよね、この何厚み。やばい、超ドキンガン。今日はね、ちゃんとビールの感想とかきちっと言っちゃおうと思ってますよ。ってことで本日のビールはこちら、クリアアサヒ夏日和カレーでございます。クリアアサヒ夏香る涼総涼感夏日和、総涼感って読むんだよね、これ。他に読み方ないもんね。そう読むと信じて今日はこれを飲みます。とりあえずね、今日キンキンなんすよこれ。絶対うまいんだろうな。てかこれはあれか、ビールじゃないのかな。リキュールって書いてる。発泡性リキュール、これはビールじゃなくて、なんて言うんだっけ、第三のビール、発泡酒。なんか言い方いろいろあるんだよね。まあよくわかんないけど、ビールじゃないビールっぽいやつだし。ああもうなくなっちゃったよ、こんなキンキンなのにね。香りはね、なんだこれ、生意気にいい香りがする。華やか、多分そんなに珍しいものは入ってないと思います。ってことで、本日もお疲れ様でした。乾杯。乾。うん、グビグビ飲める。今日はね、口が回ってませんよ。なぜかというと、朝起きてからですね、もう、10時間以上経ってるけど、多分ね、話をしたのはね、30分ぐらいかな。もう、誰とも喋ってないから、なんか口がね、回んないね。こう、エンジンがかからないっていうか、まあ、今からエンジンかかってもね、困るんだけどね。これは、ちょっと、違う気がする。いつものクリアアサヒとはちょっと違う感じがする。開けた時のね、香り、本当にいい香りだったの。ちょっとふわっとお花な感じっていうか、小麦のビールに近いような香りがしたよ。苦味がなんか抑えられてて、ちょっとね、甘さを感じるような気がするぐらい、まろやか。こう見た目がいいでしょ？風鈴。チリンチリン。もうさ、都会じゃ風鈴も使えませんからね。うるさいなんつってさ、隣のおやつとかに怒られちゃったりとかさ。まあ怒られるだけだったらいいんだけど、それでなんかね、風鈴殺人事件とかって起きても困るからね。まあ、あれだね。なかなかね、世知がない、世知がない世の中でございますよ。世知がない、世知がない、どっちだ？これでも私、結構あれかも。気に入ったかも。やっぱなんか、若干ね、焙煎っぽいよ。いい感じ。もうなんか、いいよ、これ。いい。一日喋ってなかった在宅ワークのあなたにぴったりってやつだね。もう喉スッと。
もうなんか気分もスッと感じてね、いいいいいい、しつこいようだけどこれいいや、うまい、全部入れちゃう。あ、このさ、泡がすぐ消えちゃうのはしょうがないね。そこはあの第三のビールとか発泡酒ならではだね、これね。いやー、昨日はね、スーパームーンも見れないしさ、皆既月食も見れないしさ、ちゃんちゃんって感じで、仕方ないから次の日、今日見ようと思ったけど、今日は土砂降りだしね、見えるわけがない。まあ、そんなことで終わってしまいましたよ。そんなもんさ、そんなもんだよ。全然話は飛びますが、最近ね、これを気に入ってよく食べて、スポンジ、スポンジ、スポンジ、あー垂れちゃった。高野豆腐、これね、子供の時も本当にね、スポンジみたいで大嫌いだったんだけど、どうやったってスポンジだよね、これね。お皿が綺麗になっちゃうみたいな、キュッ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 だよ。こういうのはね、好きなお年頃になりました。シンプルでうまい。これはね、難点が一つあります。あのね、売り場が分かんないの。これは豆腐を凍らせてスポンジみたくしてんだよね、確か。だけど豆腐コーナーには置いてないの。じゃあ乾物かなって思うじゃない。でも海苔とかひじきが置いてあるところにもないの。どこにもないの。じゃあさて、私はどこで買ったでしょう。だこれね、買えないからね、あのネットスーパーで買うときにこいつを買ってます。普通のね、スーパーではね、あの探せた試しがないね。これはもう幻、都市伝説じゃないか。本当はこれね、スーパーに売ってないんじゃないかって思うんだよね。ネットスーパーじゃなきゃ買えない高野豆腐。もし店頭で見かけたらね、ぜひ買ってください。めんつゆと水があればね、すぐできちゃう。おすすめですよ。安いし、きっとね、体にもいいと思う。いいね。やっぱクラフトビールも好きなんだけど、こういうなんていうの、普通のビールもやっぱ好き。私多分ね、クラフトビールとこういうビールはね、別物だね。別物だ。あっちも好きだし、こっちも好きだし、うん、どっちも好き。ちょっとあのあれだな、 こっち系はね、しばらくケース買いするかも。ほんと飲みやすい。ちょっとおすすめですよ、これ。夏にいいと思う。ということで、本日のビールは、クリア朝日夏日和夏香る総涼感でございました。本日も美味しいビールありがとうございました。メガネちゃん、またすぐ会いましょうね。 See you. Bye.